はい、クラチャンネルです。今日は八坂ダムに来ています。今日は視聴者さんが会いに来てくれるみたいなので、ちょっとご挨拶したいなと思ってます。少しお話ししてボートに無理やり乗っけて一緒に釣りができたらいいなと思ってますけども、どうなることやら。勝手にクラちゃんガイドサービススタートじゃ。おはようございます。はじめまして。はじめましてじゃないような気がするけど。いや、釣れたんですか。釣れたん。八坂ボード乗ったことあるんですか。コギをちょっと乗らせてもらったことがあるんですよ。でなかなか釣れねえやつか、ダメじゃねえ言うて、あの野池に行き出したんです。ボートいいなと思って。ボートええよね。かやええじゃん。そうなんですよ。でけ置き場さえなんとかすりゃ買える。まあね、2人で うちの友達にボートがいます。ですよね、はい、ただボートしたら釣れるのは嘘だと思う。あ、ほんまっす。ボート乗ってほしいって思っとるんですよ、僕は。の派なんですけど、それはなんかもう、まあ、ボート乗っとったら腕じゃん、行けるのにって見つけきらんからだけやろっていう。だけそこに行き着いてほしいなっていうのはプレッシャーをかけられるわけです。そう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 、考えようかな。だけフローターでもいいし、ゴムボートでも。まあとりあえず乗りましょう。乗って乗って。迷惑をかけそうでしょ。いや、そうですよ、本当。だって私がこう振りかざしたときにクラさんの頭に刺さる可能性だったら、ちょっと離れとってもらって。どうしようか、ちょっと待って。いやいや、どうせ来たんなら一緒に釣ろうよ。やだしい。クラさんが釣りができなくなる。本当。いや、いいよ、もう大丈夫よ。もう釣りしたけ。二本も釣ったけ。船とかエレキとかを大体揃えよう思うたらどのぐらいかかります。お金の話するやん。ちょっと待って。もしもし、はいはい。12フィートのパントでエレキ込み込みで何本なの。新艇中古艇だったら何本ぐらい違う。サブザーとか売っとく。ローン組めばいいんですよ。はーってマッキーのとこ行ってはーってハンコ押せばいいだけです。で簡単ですよ。マッキーさんのハンコ押せばいい。マッキーさんのハンコ押しても大丈夫です。どうやって乗ったらいいんですか。こっからここで。分かった。ちょっと待って。失礼します。大丈夫。はい。もうちょっと待って、ちょっと待って。どうしたらいい。何待ってるから。うちゲイリーしか使えんよ。いやいや、これもう投げてる。嘘。いや、いいけ、こっちだって。うまいよ。いや、もう、ちょっと待って、私、ちょっと一緒。マジか、だって。なんか、釣れそうな雰囲気。これ何？もう進化？いや、ゴリグリした。これやばいですか？失格？いや、いいよ。いいよ。マジで？投げにくいってこと？違う、違う、もう。投げて。いや、違う、あの、メンタル的に投げにくいってこと。メンタルじゃない。優しい。うまいな。優しいこと言ってくれる。ここでいい。そう。分かった。いいよ。いいよ。
ナイスナイス、それでいい。いや、いいよ。どうしたらいい、これ、ずっと沈めて、うん、ちょんちょんしたらいいですか。うん、ちょんちょんしながらこう。ユーチューバーさんがなんか言おったよ。なんか言おってよ。下に入れんでもいいけ。うん。わかりました。ちょっと下に入れんでもいいけ。うん。まっすぐこうやって普通に剣道みたいに振っていいよ。邪魔じゃないよ。全然邪魔じゃない。うん、それでいい、それでいい。これでいいんですか？いいよ。ごちそうさまです。よかった。まだつね。楽しい。すげえ楽しい。あ、そうなんですね。うん、私といるとき全然笑わないんですけど、すごい笑ってます今日。だから、本当に。本当に来てよかった。すげえ楽しい。やかましいやつや。うん、釣り鉄チャンネルっていうのやるんですよ、鉄平っていう子が。で、昨日動画作ったんで見てくださいって言ってチェックされしたんですけど、絶対あっちの方が面白いよ。もうやめようかなと思って。いや、やめてください、そんな言わんでください。お疲れ様です。釣れるんじゃ、釣れるんじゃ。どうやって釣るんですか。どうやって釣るんですか。投げて、あ、僕も投げてるんですよ。はい。投げて巻くだけ。おかしいね。視聴者さんです。拉致りました、そこで。はい。いや、本当ありがたい。おかっぱりしよったんだよ。ほんまです。無理やり乗してしまいました。いやいやいや。どうやって釣るん。どうやって釣るん。あ、モバスです。ツーウェイじゃないと釣れんのやない。え、そうよ、ツーウェイ。あ、これあげます、これ。お、ええ、ほんま。ツーウェイあるんですよ、すみません。やった、もらいます。いや、泥棒だわ。早いな。いやいや、いいんです。優しい。ほんまに手に入らんのに。いや、ほんまめっちゃいい色やけん。3音くれるらしいよ。3音くれるらしいよ。3音くれんのに。どれですか。釣れないかもしれません。ごめんなさい。ちょっとやめてもらっていいですか。なんかガイドが下手くそみたいな。はい。とりあえずそこ投げたら湧いてきますよね。そこですか。はい。わかりました。はい。どっちからサーフィン。もうそっち乗ったら。あのインスタでフォローしてくれて。あ、そうなんだ。でなんだかんだ DM とかしよって。結構はい。だけあのやり取りはしよって。そうなんだ。初めて会ったの。この2ヶ月ぐらい前よ。そうなんだ。そっち行けますかね。乗りますよ。いやいや、これうるさいやん、あんた。ほんまに。もう二度ともしたるま。すごいね、バス釣りって。てっぺ。やば。え、ほんまに。え、あ、そうだ。やば、釣り方教えてもらえたらな。3位。この前のチャプター3位。あっち行って迎えよう。2時間ぐらいやるの。おめでとうございます。ね、みんな。え、そのシティアングラーズ、アングラーズ、はい、それ何なん。これは、釣り仲間で最初始めて、で、一般の方にも販売する。こんにちは。あ、そうなん。はい。中やん。お疲れ様です。拉致した。全然溶けた。とりあえず謝った。初めまして。うん、あ、じゃあタメじゃないですか。あ、ほんまですか。なんかここなんか気持ち悪い雰囲気になってるよ、ここ。いいよいいよ。じゃあタメじゃね。え、タメじゃん、タメ、タメ、みんなタメ。ちょっとよく聞こえない。おお、追いかけてきた。うまいね、やっぱおかっぱりやりをしてるのが絶対うまいよ。もう俺竿たたんどんじゃけさ、早く釣ってくれる。なんでなんですか、おかしい、危ない。ちょっと待って。中、もう見えん。それ動画的に困るけ。
動画的に分かるようなところでやってもらわんと。全然分からん。木の上にいないんですよ、バス。はい、怖いんだよ。ジャンプしたなと思って。今いい感じで入ったんじゃない。何かったんだ。木やで。そういうの YouTube よくやるんですけど、それ僕のチャンネルいらないんですよね。それもう切ろうっていう選択肢。練習しとっけ。びっくりした。何の儀式と思って。早く釣って。今ランディングの練習したっけ。すいませんでした。ごめんなさい。もう昔からコバスエリアだっけここ。昔からなの。昔からここコバスエリア。レイダウンの数すごいですよ。小学生の子供とか連れてくるときここに来るもん。そうなんじゃん、うん、小学生でも釣れるのに。あ、で私釣れる。ごめんなさいね、なんか本当に失礼なこと言いますよね。どうしてそうなるんだ。食え、食ったろ。なんで取る。うわ、見切るね、もう。木に絡めて。どっちの奥の手前でもいいよ。近いか。近すぎた。まだ。へえ。それしかない。すいません。ごめん。マジでゲームばっかりじゃないですか。これ写真撮っとこう。ってとこ見せよう。なんか酔っては。なんか酔っては。それは確かに、これで釣れたらもう。それは。私が合わせるってない。もっと長垂らして。うん、それぐらいで投げて。大丈夫ですか。わかりません。どこまで行って。大丈夫。奥、うん、くとる。イエーイ。なんで抜き上げろ。やばい。おばちゃん、めっちゃかわいい。逆によくかかってくれた。マジありがとう。ちょっとやばい。待って待って、これ親指よりちっちゃいよ。え、ほんまありがとう。取ってください。取れた。取れました。はい。すいませんでした。そう、山線香2インチ。2インチなんか誰が買うんやって。俺絶対買わんけんね、そんなの。え、なんで持ってるの。それクミさん買っただけだけど。クミさんすごい、うん。え、じゃあ私はクミさんのこれ盗んだことになってますよね。クミさんに、ね、そうだね、クミさんまだ1回も使ってないけど、ね、やばいでしょ、なんで出したんですか。そういや、なんかあったなと思って。食ったろ。引っ張り上げろ。すいません、すいませんです。かわいいのが来た。かわいいのが来たね。悪い。すいませんでした。これ動画にできんじゃん、このコメント。ほんまや。めっちゃ釣るな。すごいね。ずっと釣れるじゃん。ずっと釣れるね。どうしましたこれ。やべえ、2インチ山線香めっちゃ釣れる。やばい。お腹さんでくる。一番ダメな人。一番ダメな人。いった。え？でもさあ、あげちゃダメ。あげちゃダメ。よし、開けろ。ああ、わかった。不快やった。ごめん。ごめんです。サイズアップ？若干。本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。え、今、ごめんなさい。本当にごめんなさい。ごめん。ごめんなさい。ちょっと待って。はい。ごめんなさい。こっから合わせようと思ったら、こうなるじゃん。はい。こっから合わせようと思ったら、こうなるじゃん。うんうん、ここからこうやって手首返せってやってもこれだけしか動かんじゃん。うんうん、ああなるほど。あ、うん、ここら辺ってこと。うん、ああ分かりました。こっから合わせれるやん。なるほど、ここだけ遊べますもんね、うん、遊べ。しかももしそれでも足りんかったらもっと曲げれるじゃん。ここまで上げれるのに。確かに。この位置で待っとったらもう体向き変えるしかないじゃん。見向きもしてくれ。
もう全部動画使えん。いや、フッキングしてないじゃん。もう練習でかわいそうなわ、もう。ごめんね、ほんまにごめん。食ったよ。食っとった。合わせてねえけど。いや、違うよ、さっき逃げたんよ。逃げられてから、あ、いっぱい出したと思った。サンキュー、マジでやばいやん。爆鳥です。ちょっともうちょっと大きくないと。でもあれじゃね、そうですね、これちょっと映えんすよね。いや、違う、そうじゃなくて、そういうことじゃない。来た。ちっちゃい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 。ナイスフィッシュです。あちらの根元へ。右側の奥？いや、こっちの手前からあの木の根元のところ。食ったんじゃない？食った。ちょっとサイズアップしてる。食った。ちょっと待って、どうしたい？立って。確か立ってね。ごめんなさい。すいません。テンションかけとって。わかりました。ちょっとでかい。ちょっとでかいよ。ちょっとでかい。やばい。すごい。やばいよ。ガイド手厚すぎ。ちょっと待ってください。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと待って。取れてます？よかったじゃん。いや、ほんま。なんや、ギーリーじゃないじゃないか。ありがとうございます。どうなっとんの？圧がすごいんだよね。これ絶対動画使いやすいやないから、撮ってみて。プラグで吊らしたくなるな。吊らしてくれる？吊れそうなんですよね。うん。いい色じゃない？ここまで来たら。いい色あるな、いい色持ってるな。うまいな、そんだけ投げれればいいよね。優しいね。いや、優しいねとか、俺そんなんできんもん。コロッケパン食おう。コロッケパン。虫ならでもそうそう。やっぱ山からこうしかないんだよな、結局。そうなんだよな。うまいよね。コロッケパンの話やから。すいません。すいません。なんで仲やん言うん。今の。俺今言おうと思った瞬間に言われた。今のはそういう振りだと思ったから。ごめんなさい。もうコロッケパンなんですけどねって言おうと思ったらもう先言われた。回収を自分でするから。絶対俺よりキャストうまいと思う。たまたま。たまたま。なんかそれはそれで。うん、それはそれでちょっと今ね、今ちょっとおかしかったよね。いや、たまたまですから。クロさんがなんか怒ってるなと思った。うん、たまたま。え？繰り返したもんな。たまたま。たまたまを何遍もやるんじゃん。あ、たまたまですね。ナイス。あの木の下おるよ。え、木の下おる？左側の木の下。左側の木の下。違うね、ピュッ。トナカイみたいなやつ。マジか。あれの左側ですか？いや、あのブイってなってる。まあそう投げたら釣れるよ。すいません、怒られちゃった。怒られちゃった。釣れる。それでそれで釣れんかったらもう腕の問題じゃん。いや、もう腕じゃん、もう腕じゃん。ネット用意しとこうか。いやいや、いいです、いいです、もう収めてください。収めてください。お収めください。え、マジで？釣れるやん。ほら。ほら。すごいじゃないですか。来た。ああ。いや、来た、来た、来た。はい、サムネイルじゃん、もう。もう決定。サムネイル。ごめんなさい。グッバイ。すごくない？え、何が？あっこにおるって言って。いや、マジやばかったっす。グッバイ。しかもめっちゃ合わせれたの見ました。それはちょっと見てないよね。お、今合わせたけ、私。ほら、全然映してなかった、今。こっち前見よった。あ、確かに確かに、いいです、いいです。よう遊んだ。うん。
ガイド料が2万円になるんです。あ、そうですよね。はい、払います。払います。お、何びっくりした今。また合わせて、いや、あったよね。合わせそうだね。確かに、合わせてました。うん、いや、覚えてないな。ちっこいな。ちっこいな。逆にこのサイズめちゃくちゃ、ワムワム最高です。え、今日何匹釣った？爆釣です。20匹ぐらい釣ったんじゃない？結構釣ったよね。お、前菜やな。いや、いいよサイズ。何それ。ごめん、なんか悪いの、悪いの。うわー、アップで。やばい、やばい。いやー、立って立って立って、立った方がいい、立った方がいい。ボートのヘリにやられたら。やば、天才。ワンガムね、今日ワンガムの日っすね。ありがとうございます。やば、え、今日一ですね、これ私の今日一。うん、今日一じゃない。ありがとうございます。バイバイ。やばいです、帰ります。はい。